で、あの、前とは全然バレーのタイプ変わったじゃないですか。はい。で、こうなんかこう違いだったりとか、こう瀬尾さんの中であれかなって、やっぱ投げてるの見ても、やっぱり変化っていうかそんなに感じないので、はい、そこも伺いたいの一つと、まあ、あのバレルはですね、ストレートバレル最近多くなってきてると思うんですけど、本当になんかあの的を得た使い方をすればすごくいいものだっていうのが分かって、でやっぱりトルピートタイプの方が飛ばしやすかったり投げやすかったりするんですけど、ストレートダーツの手離れがすごい良くて、やっぱダーツに、うまくなる途中に絶対やっぱり手離れってあるじゃないですか。やっぱリリースがうまくいくかいかってすごく大事、そこを重点的に置いたダーツがストレートなんじゃないですか。初めはちょっと海外の選手に憧れたり、ちょっと投げさせてもらったりとかで入ったんですが、意外と使って1週間ぐらいでパーフェクトに打った時から飛びが悪くてすごくブレてたんですけど、だんだん慣れてきて逆になんかすごい使いやすくなったり、まあ、慣れたらすごくいいんじゃないかなっていう感じで今ストレートにしてます。ありがとうございます。あ、どうぞどうぞどうぞ。ロケットに変えたみたいなんですけど、それで、はい、ロケットで、まあ、色って白と黒とかあるんですけど、はい、それにはこだわり、見方と違いはあると思うんですけど、それは気にしないですか？いや、僕はロケットにしたのは、もう多分半年で前なんですけど、リクルと2人でちょっと話してて、こういう形状欲しいねって言った時に、だいたいまあロケットと似たよってなんで、とりあえずロケットで、結果が出たら、まあ、お願いしてみようということで、初めはロケットを使う、お互い使い出したんですけど、色は僕は3年ぐらい前赤色やったんですけど、それはブルが赤色やったんで、まあ、被った時見やすい。でも、もっと見やすくするために、白は全然昔の10年ぐらい前使ったんですけど、今も全然使わないんで、もっと見やすくって言った時に黒の方がいいかなと思って、黒を使っているだけ。特にこだわりというのを見やすいかな。ありがとうございます。それだけです。はい。ありがとうございます。以下は大丈夫ですか？はい、どうぞ。今日、生徒さんがとてもいい香りがしたんですが、はい、何か香水つけてらっしゃいました。今日は、今日は何ですか？地番師ですね。地番師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 っていうブランドも、ああ、そうです。探してみます。あ、いえ、大丈夫です。はい。他は、はい、どうぞ。自分はよく、はい、ダーツの YouTube なんですけど、はい、ジャパニーズガイさん、はい、結構長いの、はいはいはい、どういった関係なんですか、ジャパニーズガイさん。石田君は、なんかダーツ好きなユーチューバーです。ただキャセイパシフィックの店長さん、要はキャビンアテンダントさんですよ。で僕たちよく香港行って、香港便なんですよ。でもいろんなとこ行くんで、まあ、いろいろこう教えてもらったり、ショップどこ行ったショップがあるよとか、あのどっか行ったらなんか珍しいダーツ売ってたりとか、まあ、そういうので話しだして仲良くなって、まあ、初め僕じゃないんですけど、グリコとか榎本とかが仲良くなって、まあ、最近は。まあ、たまになんか大阪に来ることあるときも僕らあるんで、一緒パーだったりとかしてるぐらい、それが聞きたかったですか？ダーツの本って皆さんいろいろやと思うんですけど、基本的に僕が絶対必要やなと思うものってユーミングであること、で手首のスナップであることで、あとはリリースの正確さ、今見させてもらった感じしっかり手首も使えてますし、ユーミングもリズムちゃんと取れてますし、特に悪いところはないんですけど、やっぱりそれでもブレてしまうっていう、まあ、っすぐ引いてまっすぐ出してダーツ投げてはると思うんですけど、それはブレてしまうっていうのはやっぱりブルに向かって狙いすぎなんじゃないかなと思うんです。僕らもほとんど狙ってないので、でそれは何でかって言ったら決まり事がやっぱりあって、そのブルに向かってそうどういうリリースをするか、まあ、要は順番、練習する順番ってフォームよりスタンスとかそういうことよりもリリースが多分一番大事だと思うんですけど、それは何でかって言ったら、いくらまっすぐ引いてまっすぐ腕を出したとしても手からまっすぐ離れなかったらやっぱまっすぐ飛ばないんだけど、で今悪いところで言えば多分離し方だけだと思うんです。
だからフォームも綺麗なんで、あの皆さん全員に言えることだと思うんですけど、ダーツを3回同じように離す、それはどういうことかって言ったら、リリースの練習、フォームの練習めっちゃしてはるんですけど、リリースの練習あんましてはらないんですよ。っていうのは、指をどういうふうに使って離せばまっすぐなのか、まあ、それがまっすぐじゃなかったとしても3回同じなのかっていうのを練習すれば、あの上達はすごく早いと思います。なんか特にあのここがダメですよってことはないんですけど、リリースの練習、本当皆さん多分一緒だと思うんで、練習してもらえたら上達早いと思います。はい、ありがとうございます。大丈夫です。まあ、あの来月もまた仙台来ます。はい。